皆さんこんばんは。おいしい競馬、今週もよろしくお願いいたします。千葉さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週に引き続きまして、素敵なゲストの方と一緒に予想してまいります。モデルのほのかさんです。お願いします。よろしくお願いします。今回は日曜日に行われます G3 アイビスサマーダッシュ予想していきたいと思います。ほのかさん、今年ジャイさんと競馬対決してて結構勝ってるみたいな。そうなんですよ。私去年もジャイさんと対決して、その時は負けちゃったんですけど、今回は2回目ということで、今5戦あるんですけど4戦まで終わってて、私の方が一歩リードしてます。おー、あのジャイさんに。すごい。でもジャイさんはね、一発が強いんですよ。そうなの。それで前回負けたんですよ。あ、一発で負けたの。一発で負けたの。じゃあその、何回戦って何回勝つじゃなくて、賞金で考えて。そう、トータルの収支が大きい人が勝つっていうので、ジャイさんだからそれすごい得意じゃないですか。巻き返してくるやり方、うん、それで負けてたんですけど、だから今回はその12月最後のレースが勝負なんです、うん、5レース中も4レース終わってるわけですからね、うん、じゃあもうラストでどうなるかですね。いやー、ジャイさんとは絶対に戦いたくない、ね、みんな言うね、うんうん、では予想に入りたいと思います、はい。では最初のコーナーは穴馬未来予想、はい、この収録はレース開催の1週間前となっていまして、枠順も出走馬もまだ確定しておりません。だからこそ馬券に絡みそうな穴馬をご紹介していくコーナーです。今回予想するアイビスサマーダッシュですけれども、中央競馬で唯一直線を舞台にこう戦われる重賞で、もう本当一瞬で終わる、一瞬で終わっちゃう、あっという間ですけど、千葉さん、ポイントはどんなところにありますか？あ、そうですね、ポイント、まあ、あの 枠順ですかね、まあ、1週間前に言うのが変なんですけど、もう今もう競馬ファンで、ちょっとした競馬ファンなら、もうアイビスサマーダッシュに限らず、直線 1000m というのは基本、外が有利、外枠が有利、外が有利っていうのも、みんなご存じ、まあまあ、開幕週なんでね。ババの良し悪しじゃなくて、あのラチュー頼れるっていう意味での外が有利みたいなところもありますけどね、そういう意味では、まあ、枠順重要なんですが、あとは、まあ、何なんですかね、そのカリサマダッシュ自体の性格が、今この直線こうレースっていうのって本当直線ばっかり使う馬が結構いて、ちょっと専門職っぽくなってるんで、まあ、適性みたいなのも重要なポイントになりますね。どうですか、アイビスサマダッシュ。やっぱりその千葉さんがおっしゃったように、そのリピーターが多いレースだなって思うので、あとはあの夏は牝馬っていう格言があるじゃないですか、うんうん、その通りに牝馬の競争率が高いなっていうイメージです。確かにそうですね。あとなんかみんな外枠にガーって行くけど、あの内をこうあえて走って勝った馬とかもいたじゃないですか、うんうん、はいはい、内走る馬いますね。そう、はい、いましたよね、確か内走って勝った馬。そうですね、逃走した馬は結構いますね、うん、勝つまで行くのはなかなかないんですよね、うんうんうん、だからそこら辺も含めてどういうふうに予想していくのか難しいと思いますが、まずは出走予定の馬の中から馬券に絡みそうな穴馬をご紹介していきます、うん、ほのかさん、何か気になる馬はいますか？そうですね、サトノファビュラス、うん、まあ、去年4着だったんですけどまあね、リピーターで決まるとはいえ、あのまあ4着なんですけど、うん、まあ、この馬はその夏の方が成績がいいんですよね、うん、なので、まあ、この条件でもう一回リベンジになるかなって思って注目してます、うんうんうん、私はまずは、まあ、ご結婚おめでとうございますも含めて、藤田七子ジョッキーが、うん、まあ、結婚後初重賞になるのかな、マウンテン娘、うん、はやっぱりご祝儀もありそうだなっていう。あー、確かに。あと新婚パワーって強いよね。強いね、うん、なんかやっぱハッピーオーラに包まれてるから、なんかこう神様もきっと見てるだろうし、うん、それをすごいいい枠引きそうな気がします、うん、私藤田の子で。あー、ありそうですね、うん、実際その関係者の、まあ、競馬関係者いわゆるこう新婚であるとか、まあ、あのおめでたであるとかはなんかすごくこう月が回ってくるみたいな、うん、まあ、芸を担ぐ世界なんでね、そういうのもよく聞きますので、うん、まあ、確かにちょっとそういう意味では楽しみですね、はい、うん、
あと役になんか誕生日の日にジョッキーのね誕生日の日にこう勝ったりとかして、うん、自分へのこうプレゼントの勝ち勝利ですねとかいう実況とか何回か聞いたことあります。あとは私はやっぱり坂井隆盛ジョッキーが乗るのでチェイスザドリームかな、うん、あ、推しのジョッキー、はい、イダテンエース勝ってますし、うん、いいですよね、きっといい馬ですよね、純粋になんかね人気そうですよね、うん、前走が、ね、初芝だったんですよ、ずっとダートで走ってて、うん、芝のイダテンエースに変わって、まあ、これね変な話だけど、よほど矢作厩舎とで信用上がるのが一番人気だったんですね、初めての芝で、でなおかつそれで、まあ、前々から押し切るっていう強い内容だったんで、もしかしたらこれが一番人気かもしれないですね。そしてこうやはり厩舎坂井隆盛の指定コンビ、まあ、前走の勝ちっぷり等々を考え合わせると、まあ、当然有力候補の一角ですね。では千葉さんにはランキングでご紹介いただきます。第5位、はい、まあ、このレースのランキング考えるのもどうしようかなっていうのがいっぱいあったんですけど、確かにそうですよね、まあ、枠順も決まってないしそうですね、でもちょっとかなり面白かったですね、自分でやっててもね、とりあえず5番目には、テームスパーダ、おーテームスパーダ初の選曲、はい、そうですね、初選曲ですね、うん、前走最下位、2走前最下位で4戦連続下げた着順で、もう全く考えがないんですけど、こうまあ、直線競馬になって、まあ、ほんとこう、まあ、他の馬に揉まれることなくいけばガラリ一転しても、まあ、いいかなっていうタイプなんですね。もうこのままこう典型的な逃げ馬なんで、実際逃げて重賞2勝してる馬、こういうタイプは、まあ、金層の着順とか気にしてはダメだと思うんですよね。変わるとしたら、まあ、ここか、まあまあ、セントウレスも、まあね、去年勝ってますから使うでしょうけども、短期でいけるっていうのが一つのポイントになるんで、まあ、人気も多分そこになるでしょうし、まあ、ちょっと抑えてもいいかなというふうな印象を持ってます。では第4位は、はい、第4位はですね、デュアリストです。これ何も聞かないと思いますね、はい、小沢ジョッキー、デュアリストっていう、まあ、これはね、初芝です。で、うん、チェイスザ、さっき の, チェイスザドリームが初芝だったんですが、この馬ちょっとダートで結構、まあ、活躍してる馬なんですね。ダートで、オープン3勝かなしてるぐらい、まあ、能力のある馬なんですが、ちょっと賞金稼ぎすぎちゃって、ダートのオープンレースだともういつも金量背負っちゃうんですよ。59キロとか、いつも背負わされて1回60キロで走ったこともあるみたいで、うん、で金曜背負わされちゃうんで、じゃあっていうんで今回芝に転じて、まあちょっとでも普段よりは軽い金量で走らせようっていうようなあれもあるかもしれないし、まあまあ、これね、福永祐一厩舎が、まあ、こう非常にねレース選択が上手というか、適正に合ったところに使ってくるっていう印象をすごい持ってるんですよね。多分そういうファンの方も多いと思うんですよ。その福永祐一厩舎が、まあ、2戦目、天球2戦目で、まあ、こう戦直を使って、デュアリストを戦直に使うっていう、もうこのシチュエーションそのものがちょっと楽しみなんですよね。まあ、全く通用しない可能性ももちろんあるんですが、どちらかというとそういうね、こう属性的なもの、まあ、ユイチ、調教師が、デュアリストをどんな風にこう芝で調教して、まあ、走らせてくるのかみたいなのは、多分ね、多くの競馬ファンが楽しみにしているところですし、まあ、馬券になれば、それはさらに楽しいなというふうに、思います。第3位は？で第3位は、ウィングレイテスト。まあ、人気の一角ですね。初の直線、競馬になります。てかね、もともとマイル使ったんですよ。マイルとか、1008ぐらいかな、を使ってる。で、そこで、まあ、オープン勝ったりして、重賞でも2着来て、で、1400に短縮してスワンエース買って、前走では1000に短縮して、函館スプリントで2着と、で59キロで2着と、いうことで、まあ、とにかく、まあ、スピードもあるし、だんだんこう距離適正の距離が短くなってきてるタイプですね。7歳になったんですけど、まあ、元気いっぱいですし、うん、
とにかく前行きたくて前行きたくてしょうがないタイプなんで、あえてこれちょっとあの他にもね、例えば北海道で函館スプリントからあの例えば UHB 杯とか、フィンランドカップとか使う手もあったと思うんですけど、あえてまあここに来たということは、あそういうような、まあ、前進規制という前に行こうとするような気持ちが強くなっているということなんですよね。ちょっとねこれ、まあ、多分ですけど函館スプリント2着だったのもあって、まあ、ここか次多分先頭レースかなあたりもまず使ってこうサマースプリントシリーズっていうのがあって、うん、そこで勝てば結構な賞金があるので、まあ、それを狙ってきてるんじゃないかという印象はありますね。では第2位は、はい、第2位は、モズメイメイ。おもうこないだちょっとびっくりしましたね。いやすごかったですよね。北九州記念今まで何だったんかっていうぐらい、まあ、6走連続で2桁チャンピオンで、まあ、正直ちょっと終わったんじゃないかなっていうような印象を持った人も多いと思いますし、僕もここで走るとはちょっととても想像がつかなかったんですけども、見事に復活しましたね。まあ、ものすごいなんかピューロマジックっていう 3歳牝馬の逃げる馬がぶっ飛ばしていって、もうすごい勢いで逃げていったん でなんかあの追いかけた馬が全部潰れるっていう、そういう中で、まあ、うちでガチャガチャしたところだったんですけど、人気の、ね、馬をあサーマルウィンドですか、サーマルウィンド僕が褒めしてたんですけど、人気のサーマルウィンドをね、弾き飛ばして、まあ、すごい闘志あふれるレースで3着に来たという、まあ、内容、まあ、前走で完全復活なのかどうかっていうのはちょっと分かんないですけど、もともとね調教すごい動いてたんで、結果が出てない時もその動きが悪かったとか元気なかったとかそういうことはないんですよね。ただその前走がいいきっかけになるっていうのは間違いないですね。では第1位は、はい、第1位はペアポルックス3歳馬ですね。前走北九州記念はグービー17着でした。これ、うん、さっき の, あのピューロマジックの逃げたレースで、追いかけたらいいんですけども、ピューロマジックが早すぎてですね、ついていけなくなっちゃって、負けちゃいましたが、その2走前の青いエースではそのピューロマジックの2着に、来てるんで、まあ、前走ちょっとねあの深追いした、まあ、要は勝ちに行くとなるとある程度深追いせざるを得なかったっていう感じだったんですよね。で、まあ、今回あの最大ピューロマジックもいないですし、でこれは別にあのどこからでもレースできるっていうか、あの2番手でレースするのが得意な馬なんで、直線競馬であの早い馬がババッといった後の直後ぐらいのちょうどいいポジション、取れると思いますし、まあ、前走17着で、まあ、人気どれだけ落ちるか分かんないですけども、まあ、チャンスサイバーでね、さっきこのレース牝馬が強いっていうのあったんですけど、まあ、3歳5馬だとね、筋力軽いんで、そういう意味では、まあまあ、牝馬が勝つのと同じように、重賞の3歳馬っていうのは、そういう筋量的な有利さがありますし、直線コースっていうのはね、筋量がすごく効くんですよ。実際ね、馬体重比と筋量みたいな、体重が重い馬が軽い筋量を背負うっていうと、結構有利になるようなコースなんですね。多分、ダッシュ力的なものが、そこら辺関わってくるんだと思うんですけども、まあ、そういう意味では筋量軽い上に直線競馬もまあそれなりに適性がありそうなタイプなので、やっぱりちょっといいんじゃないですかね。さあということで今のランキングもですね、ぜひ皆さん予想に反映してアイビスタマーダッシュやってみてください。続いてはそんなアイビスサマーダッシュに関係する話題を教わります。競馬に恋した君を沼に沈める一丁目、こちらは競馬記者の千葉さんから競馬の面白さを教わって競馬の沼に沈んでいこうというコーナーです。今日のテーマがこちらです。客室変更ですね、うん、はい、これはどういう意味だと思いますか、うん、客室変更だから前例えば逃げてた馬で勝ってた成績残してたけども、うん、こう年齢重ねるごとに今度は差し馬になって構想するとかそういうことですか。正解です。正解ですね。やったー。もう実際モズメイメイがまさにそうなんですよね、千葉さん、うん、そうですね。モズメイメイっていうのはもうまあなんていうんですかね、こう
逃げ馬5頭を上げなさいって言ったら、現役の逃げ馬5頭を上げなさいって言ったら必ず上がった馬なんですよね。その馬が前走はまあまあ差しに回ったというよりは結果的に差しになったという感じなんですけど、客室変更というか転換して、まあ、見事に3着に入った。特にムズメルみたいな、まあ、逃げ馬として著名な馬が、まあ、結果出なくなって、で客室、まあ、要は走り方ちょっと変えて、結果を出すみたいな、まあ、これはまた一つちょっと競馬の面白いところですよね。モズメイメイはすごいやんちゃだったんですか？そうですね、まあ、でね、そういうところもありましたね。とにかく調教とかでもものすごいスピードで上がっていく、まあ、抑えはまあそんな効かないってわけじゃないんですけども、とにかく走りたがりなところがある馬だったんで、でこの馬を有名にしたのは青いエスっていうレースで、それこそ武豊さんが乗ったんですけど、うん、1馬身ぐらいスタート瞬間出た瞬間にバーンって飛び出すようなすごいスタート決めたんですよ。で、まあ、後から振り返ると、それは豊さんの、まあ、スタート技術もあるんですけど、まあ、ぶっちゃけ半分ぐらい偶然だったんじゃないかという気はするんですけど、あまりにもすごい鮮やかなスタートを決めて、まあ、楽勝で言い切っちゃったんで、その後もうなんか完全にこう、その後逃げてないんですよ、実は。ずっと負けてて逃げてないんですけど、その青いエスのレースがあまりにも鮮やかだったんで、ゲーム屈指の逃げ馬みたいな言い方されてたんですよね。で、実際結果が出なくなって、2走はちょっと G1 使った時にはもう全然ついていけずにボロ負けしたんですけども、4歳になって多少気象落ち着きもあったのかどうなのか分かんないですけど、もう前走あたりはもう無理に行こうとしなかったんですよね。で、まあ、その辺その自然と客室を変更することになったのか、意図的なものがあったのかってのはちょっと微妙なんですけども、まあ、行ってばっかりだった馬が差しに回って、でむしろね、今まで前行って垂れるっていう、前行って止まるっていうレース繰り返してたのが、ちょっと馬群の中にいることによって、すごいこうファイトするような闘志を出すようなレースにして、まあ、サーマルウィンドっていう人気馬に関してはなんかもうぶつけるつもりはないんでしょうけど、馬の方がこう寄っていって相手を、まあ、競り落とすような感じに、ちょっと噛みつきに行くような感じで競り落とすような感じだったんで、向こうがちょっと戦意喪失してましたんで、そういう意味ではすごくこう、まあ、そういう走りの、まあ、内容こう位置取りみたいなのが変わってガラッと変わったっていう例になってますね。ってなると今回モズメイメイはどうなんですか？そうですね、これね、直線コースっていうのは、まあ、面白いコースで、単独で来たい馬が単独で来たければ単独で行けるんですよね。ちょっと外出せば、外出せば打ち出せば、一頭で走れますし、まあ、馬っていうのはただこう目印があった方が走りやすいんで、うん、基本的にみんな外に寄ってくるっていうのは拉致があるからなんですよ。開幕週ですから一応に馬場はいいんで、ただ目標があると走りやすいんで、外拉致に向かってみんな走ってくる。で、そういう中で揉まれたくない馬はちょっと真ん中に出して、一頭で走る。で、モズメイメイなんかは多分ですけど、ちょっとバグの中に入れた方がいいような感じがするんで、ごちゃっとしたラチの方に寄せて、最後空いたところ、まあ、前の馬もう足が鈍ってくるんで、どうしても結構飛ばしていくんで、その空いたところを、まあ、つくっていうような、そういうようなレース内容になるんで、まあ、それこそ今回も差しに回ってどういうふうなレースするかっていう感じになりますかね。なんか本当まっすぐ走るってよりかはこう斜めにグーグーって走るから、ね、あれ見てて面白いですよ ね、みんな同じ方向に向かっていくみたいな。そうそうそう、まさにあれですね、その、よくアフリカのサバンナでこう集団で動物が動いてるような、そういうような感じの動き方をしますよね。で、その中からちょっと、まあ、天の弱な馬であるとかジョッキーであるとかがバーンと打ち寄っていったりして、一歩で走ったりする、そういう面白さもあるし、あれもう新潟の映像見てる人は分かると思うんですけど、影になるんですよね、スタンドの、ね、必ず影になって、その影のところで、ちょっとそこから日向のゴールに向かってビュッと走ってくるっていうんで、なかなかこう見応えがあるんですよね、実際ね、レース、目つぶってたら終わっちゃうからもう凝視しないといけないです。本当にそう、でも1分の中でストーリーがぐっと詰まれてるから、ね、面白い、本当に好きなレース、
ちなみにあの話変わりますけど、今回のアイビスサマーダッシュ、はい、第7レース、あ、そうなんですよ、まあ、暑熱対策って JRA 言ってる、暑さの熱の対策って言ってて、12時ちょっと過ぎぐらいに、6レース、うん、5レースだったなんか、まあ、前半のレースを昼ぐらいの1回、終わって、昼休み3時間ぐらい取って、で7レースで、メインをすると、いう形になってますね。まあ、あの多分行ったことある人は分かるんですよね、夏の新潟っていいんですよ。そうなんだ、盆地だからね。うん、これはまあ僕はまあ新潟1回しか行ったことなくて、まあ、小倉での話になるけど、小倉のパドックとかに行って本当になんか陽炎が立つような暑さなんですよね、うん、で、まあ、今回その小倉が開催になって、で暑い新潟、まあ、最も暑い時期の2週間は、昼休みを取って、まあ、そういう対策をしようと、なかなかね、まあ、新しい試みではありますよね。ただ12レースがすごい遅い時間になっちゃいますよね。そうです、6時半なんですよね。うわ、ナイターだね、うん、JRA のナイターって、うん、あんまり聞いたことない、うん、新鮮。そうで、あの朝は早く、夕方遅くまでですから、ジョッキーとかは大変でしょうね。確かにジョッキーは次のレースも控えてるから。そうですよ、ね、結構体力持ってかれますね。あと見に行ってる人は3時間暇ですよね。確かに、でも、うん、なんかいやイベントとかあるんですよね。まあそうですね、いろいろ用意してありますから、そもそも北海道でレースするわけですから、札幌ではレースするわけですから、あ、まあ、札幌の予想もするもよし、そういう、新潟競馬場だったらイベントを参加するもよし、まあそうですね、競馬場に行ってる人でも、まあ、だしもあのウィンズあたりでね、札幌もでも30分に1回しかレースしないですから、若干時間持て合わすかもしれないですね。そうですよね、ちょっと暇だなみたいな感じはね、うん、ありますよね。でも7レースだといつもは11レースだから、まあ、割とババが荒れ始めてる時にやる、うん、でも7レースってちょっと前だから、うんうん、まだババが落ち着いてる。そうなるとなんか、ね、うちの方が外が有利っていう穴勝ちだけでもない気もしなくもない。内側からの馬も来る可能性が、いつもよりもババがマシじゃないですか、うん、どうなんですか。そうですね、そういう面は、まあ、確かにあの新潟ローカルのコースって本当1回2回使うとガラッと変わったりすることあるんで、その芝のレースも当然後ろに振られて減ってるわけですから、アイビスなんてのはね、いい時計が出てもおかしくないです。まあ、そのちょっと残念なことにアイビス様ダッシュ自体 のはもう時計、ね、53秒7っていうあのカルストンライトっていう馬が、大昔に出したのがもうずっと残ってて、最近はねそのレベルの馬がなかなか出てこないんで、なかなかレコード更新されないんですけども、まあ、条件としてはね、整ってますよね。開幕週で、なおかつ、まあ、使ってる数の少ない芝っていうことですから、そういう意味ではまあまあ、まあ、レベルが高ければ時計が速くなるってもんでもないですけども、今年の新潟の芝のコンディション次第では速い時も出るかもしれないですね。さあということで、ぜひ皆さんこのババも見ておいた方がいいし、うん、3時間暇の間何するかも考えた方がいいと思いますけれども、うん、あのアイビス様ダッシュやってみてください。あっという間にエンディングの時間となりましたが、はい、ほのかさんいかがでしたか。いや本当になんかアイビス様ダッシュのようにあっという間です ね本当ですよ。もう一瞬目つぶって終わっちゃいますからね。いやもう今回もすごい楽しかったです。うんうん、アイビス様ダッシュは本当になんだろう、うん、意外とこうリピーターが多いってイメージあるから、うん、こう期待自信があるんですよ毎回予想出す瞬間までは、うん、けど意外と終わってみたらうわ外れたっていうことが多くて、なかなか当たらないレースなので、うんまあ、今回のねなんかその千葉さんの客室とかにも注目してみたいなと思います。では最後にお知らせがあればお願いします。はい、インスタグラムそして X やっていますので、ぜひチェックしてください。お願いします。そしてアイビスサマーダッシュのレース展開や開幕など詳しい情報については枠順確定後ロガールブログで公開をいたします。ぜひそちらもチェックしてみてください。ほのかさん今週もありがとうございました。ありがとうございました。プライベートではこの後一緒にちょっとお買い物に行こうと思ってます。、はい、では皆さん、千葉さん今日もありがとうございました。ありがとうございました。皆さん今日もありがとうございました。それでは良い週末を。さようなら。